おっしゃ,ゃんチャンネルはいおっちゃんですどうもおっちゃんです、えー、今日もおっちゃんの大喜利練習やっていきたいと思いますよろしくお願いします、えー、今回のお題 <laughs>、えー、仮面ライダーが卑怯な攻撃をしたどんな攻撃、えー、仮面ライダーが卑怯な攻撃をしたどんな攻撃これについて、えー、頑張ってやっていこうと思いますそれでは 始めます。はい、えー、仮面ライダーが卑怯な攻撃をした。どんな攻撃？えー、敵の実家に電話して、えー、お母さんを呼んだ。はい。うん。うん、はい、えー、仮面ライダーが卑怯な攻撃をした。どんな攻撃？ えー、わざと殴られて被害届を出したうんうん微妙ですねはいえー、仮面ライダーがひ怯な攻撃をしたどんな攻撃えー、後ろからドンキのようなもので殴った。 はいえー、仮面ライダーがひ怯ょな攻撃をしたどんな攻撃ライダーキーのところでキックを入れたうんキックまで言わずにキーのとこで入れた、うん、はい、えー、仮面ライダーがひょな攻撃をしたどんな攻撃、えー、ハニートラップを仕掛けた はいえー、仮面ライダーが卑怯な攻撃をしたどんな攻撃、えー、敵の住所に大量のピザを注文した、うんはいえー、仮面ライダーが卑怯な攻撃をしたどんな攻撃、えー、地面にブルーシートを敷いて、えー、ローションまみれにした。 はい、えー、仮面ライダーが卑怯な攻撃をした。どんな攻撃、えー、足つぼマッサージの先生を呼んだ。<noise> うん、はい、えー、仮面ライダーが卑怯な攻撃をした。どんな攻撃、えー、セクシー女優を3、4人雇った。 はいえー「仮面ライダーが卑怯な攻撃をしたどんな攻撃?え」ー「先生にチクった」うんうん、はいというわけで、えー、今回は、えー「仮面ライダーが卑怯な攻撃をしたどんな攻撃?」について、えー、大喜利の練習をしてみましたいやなかなか。 難しかったですね、これね。うん。というわけで、えー、もしね、このお題に関する、えー、もっとこんな答えがあるよとか、こういう答えどうですかみたいなのがあればね、えー、コメント欄の方にいただけると、おっちゃん勉強になるのですごく助かります。というわけで、えー、今日はこの辺でありがとうございました。それではまた。